サンンリオピューロランド行ってきました、ね、うわ、来たはい。やば。はい。だからキャラクター対象中ですよね、今ね。いや、そうよ。ホットなサンリオピューロランドにね、行ってきました、ね。ってってさ。グッズ買えば、ね、<laughs> 3ポイントとか入れられるんだよとか。そうそうだね。うん。すごかった、やっぱ人も多くてね。すごいだろう,う。この間の日曜日行ってきてさ。よく行ったな、今。よく行ったね。 とんでもない混んでんだな、そんなの。混んでた。でもまあ、だから娘の誕生日があってね。二十27日に。ね三で、30日休みだったから、そこで、行きたいって言ってね。その事情が。じゃあ行こうか、っつって。行ったら、まあ、すごかったね。やっぱ人はね。まあでもそんなこう、大きくないからさ、サンリオピューランド。まあ、そうね。中、中入っちゃえば、まあ、人すごいけど、まあまあ、こういろいろ回れて。で、その、あらかじめ調べてさ、行ったわけよ、サンリオピューランド。久しぶりだったから。 したらなんか今、え、キャラグリーレジデンス。みたいな。何それマンションができてんだよ。何それサンリオピューロラットの中にさ。レジデンス。マンションがあって。いわゆるこうグリーティングこのキャラと会うみたいなさ。うわすごのがあるじゃん。いわゆるね、こう。会えるっていう。それが、そのなんかこう、コンセプトが、キャラが住む高級マンションの部屋に、会いに行ける。みたいな、 コンセプトで<ー>でなんかそのビューランドの中にこう部屋がなんかブースになってなく部屋みたいなこうデザインでこうブースキャラと会えるのが一部屋二部屋みたいなあって<わ>で階段登る2階行くともう一部屋二部屋あってみたいまあそれはまあ人気あるからさそうそう儲かってるとは思ってたけどやっぱり、うん、そういう儲かってんだよねやっぱ高級なところに住んでいやまあまあその本気で別にあれなんだけどまあまあまあこっちもさそんなさ、うんうん、あのー 人並みの生活っていうか、一般人と同じような生活してるとは思ってないけど、やっぱ、もう勝んだね。うーん、ま、そん、そういう、本気、そういうことじゃないんだけど、えあの、ま、コンセプトだから、ただ、岩井さん、俺もコンセプトだからって思ってたんだけど、どうやらあるらしい。何がそういった面も。マジそう。なんか、ま、こう、俺行ってさ、まず予約しなきゃいけんだよ。すご。え、この、そ、そこ行って、 なんか、携帯で、なんか、ピッピ、ー QR、なんか、コードとか、やっぱ、コンシェルジュみたいな。コンシェルジュはいなかったかなさすがにコンシェルジュはいなかったんだけど。コンシェルジュに連絡してるってことそれで、アポ取ってとか、そういうことじゃないんだけど、まず予約して、娘が好きなポンポンプリ、予約して、ポムポムはもうやばいだろ。やばいよ。なんならもう一番人気くらいだよ、それはさ。ちょっと多忙ぐらいにしとけよ、お前。 ああもうな、日によって変わるらしいんだけど、そのマンションでね、キャラ会えるキャラ。ターボーはちょっとその日いなくてね。そうか。そうそう、ポンポンプリン予約して、で、なんかいろいろ、その時間が決まってるから、それまでにいろいろ、マイメロのなんか車のやつ乗ってとか、え、ちょっと、その間にもうご飯食べちゃおうみたいな、早めにご飯子供たちにもう食べさして、みたいな、フードコート行って、みたいな。で、やってて、じゃあいざ行こうか、つって。で、向かって、したらもう、ポンポンプリンの部屋がまあ1階だったんだけど、 なんかわいい部屋なの。もう、ポンポンプリンってさ。ポンポンはすごいだそうそうそう。で、まあ結構やっぱ人もいたわ。で、わーって俺ら順番来たら、もうすごい、ファン差が。ええ。自分家だよ。自分家だけど、なんかもう、どうぞ、みたいな。で、子供も永延々やってるんだ、ハイタッチみたいなの。いな、ポンポン。そう。で、なんか大体そういうのってさ、写真一枚とか、うん。なんかね、係の人にカメラを出して。じゃないの。 みんなでこうバーって写真に撮って、うん、その後、ハイタッチとかしてんのももう、係のお姉さんが、延々撮ってんの、写真。パチャパチャパチャパジャって。めちゃくちゃ写真撮ってる。えー、んサービスがそう、なんかエグくて、えー。すごいね。うわありがとうございます。すごいことになってんな。すごいことになってる。で、ポン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 ,ポンに終わったんだよ。うん、したら、息子が、四、うん、4歳の一番下息子が、バツ丸に会いたい。うわ、バツ丸。うちの息子なんか知らなかったんだけど、バツ丸好きなんて。 うわ、バツ丸バッとバツ丸まあ、わかるよ。わかるその良さ。<laughs> <laughs> まあ、男の子が好きになりやすいのかな、確かに。うん、あいつなんか悪そうな見た目してるけど、<う>やっぱこのさ、うん、実際に会ったら、うん、多分ファンサーとかしてくれるし、<laughs> なんかいいやつだもんね、多分ね。まあ、祝いの予想だと。ああそれでバツ丸もまた、 予約して。あ、そうなんだ。そう、予約して。で、バツマル。え、その日予約とかで行けちゃうその日、その日、会場行って、サンリービューランド行ってから予約しなきゃいけない。うん、しなきゃいけないで、時間もずっと一日こう、スケジュールが組まれてて、そのどこかを予約するみたいな。ああで、バツマルの時間になって、バツマルの部屋行ったんだよ。ああで、バツマルはこう2階なの。うん、2>, 2階登ってて、バツマルの部屋行ったら、すぐにやっぱバツマルの部屋は。うん、来た。 キーボードとか壁にぶわって飾ってやってあいつはもうハピダン V ってハピダンお前やっぱすごいなハピダン V ってそうハンギョドンとかハンギョドンとかチャッコケロッピーあと誰だとかそのバツマルとタキシードサウンドも入ってるからケロッピーそうそうとかでやってるバンドみたいななハピダン V 組んでるからすごいんだよその辺飾ってやって頑張ってる よく見ると、その壁にね、でっかい扉があんの。でっかい扉あんの部屋に。そのパッと見たら、ガラス、でっかいガラス、バリというか、ガラスがあって。で、そのガラスの奥になんかベッドとかソファーが置いてあるの。あっちがベッドルーム、えみたいな。で、なんかでっかい扉。あれよく見るとステージもある。で、マイクもあるみたいな。 スタジオなんだよ、もうそこ。うわバツマル。で、奥にソファーとかベッドがあるってことは、奥がもう居住スペースで、自分のこのマンションの部屋に、スタジオをもう設けてんだ、バツマルは。すごとんでもなく稼いで、バツマル。えぇ家にスタジオ作れる家にスタジオ。俺も、それ気づいた瞬間、うわーってなっちゃっやっぱそのあんで、岩井の言ってた、ちょっとこの稼ぎが。やばいね。そう。で、うわーってバツマルと写真とかいっぱい撮ってもらって、こいつ、 めちゃくちゃ稼いでる。うわ、やばーって。え、その何ガラスみたいなのは何なのガラス、ま、それ一応壁にこうさ、描かれてんだけど、いわゆるなんていうのスタジオのこのブースとかもそうだけどさ、でっかいガラスがあって、そうか。スタジオの中見れて、あ、サブブースみたいな感じに見えるってことか。そう、いロデューサさんが指示するみたいな、いわゆるこう、録音スタジオみたいな。しっかりスタジオじゃん。しっかりスタジオ。 うわーっつって、バツ丸と、うわー、ありがとうございました、つって出て、すごかったね。どうだったバツ丸のその、対応は。対応はね、でも、バツ丸っぽい。あちょっと、いきなり俺がなんか行ったら、もう、もう、プリンなんてさ、うわーって立って手、両手で手振ってわーってやってんけど、バツ丸は、もう座ってんの。座って。ちょっとエ釈するみたいな。うわー逆にみたいな。そう。かっけー、こいつも。ミュージシャンじゃん。そう。 で、松丸の部屋出て、で、そのなんかまあ、そのマンションから出るのに、もう一個上上がんの。三3階の方に。う3階行ったらもう驚きよ。うん。3階行ったら、ペントハウスみたいなとこに、マイメロが。うわ!うわ!やっば!最上階、ペントハウスみたいなとこにマイメロがうわうやっば最上階ペントハウスみたいなとこにマイメロマイメロともなるともうそうなっちゃう。んだよ。うわーって。いや、これ、ってなると、ポンポンプリになって、まだまだ1階でさ、 まだまだだな、みたいな。これもしかしたら、つって俺は調べたの。芸歴を。そしたら、ポンポンプリンは27年。ポンポンだって長いだろ。ポンポンプリン27年。バツマル、今年30周年。うわ、すご。で、マイメロ、48年。え、マイメロそんな長んったっけそりゃベッウだろ。そんな長いか。長いんだよ。初登場がもう48年だって。えそう。マイメロって、 48年なのに、うん、あの可愛いキャラデザすごくないなんか最新っぽいよな、うん、マイメロ。だからもう、もう、師匠たちのシェアハウスみたいな、もうそのマンションをさ、そうそうそう。もう余生よそこで過ごしてるみたいな、<ー>すごいとこだったんだな、なだみたいな。そう。で、うわーみたいな。で、写真いっぱい撮って、楽しかったね、つって。で、その後もいろいろ、えー、なんか船。 みたいなアトラクションあんだよ。船みたいに乗って、巡れるやつとか、お土産買いに行ったりとか、なんかいろいろして、で、最後、ショーを見て、ショーを見て帰ろうみたいな。ショーはいいんだろうね。そう。で、そのショーが、今なんか去年の夏ぐらいに始まったんだよね。仲良くコネクトっていうショーがあって、それ全然俺ら前行った時とかやってないね。去年の夏から始まってるから、これ最後を見て帰ろうか、みたいな。 で、その、まあ、時間の近くなってきて、うん、行ったの。うん、その、この、サンリューピューロランドってこうセンターにね、うん、入ってったらこう一番こうセンターになんか広いスペースがあって、はいはい、でっかい世界中の木みたいな。木があるん、ね、オブジェみたいなバーンってあって、うん、そこがこうメインのね、うん、エリアで、そこで、ま、ーあるから行って、うんうん、で、こうロープがこう、 引かれてるわけ。そういうなんか、ショーの時。これ以上、そう、入ってこれないように、みたいなね。で、そのロープの3列目ぐらいにこう、どり着いたわけ。沢部家が。で、もう始まるぞと、ショー。で、始まるぞってなってるのに、座らないわけ。前の人が。はいはい。大体そういうショーって前の人座って、で、後ろの人見えやすくなって、みたいな。で、全然座らないから、子供たちが見えないわけだよ。あ、なんだよ、俺って。 やっぱ、このまま始まっちゃうぞ。全然見れないまま始まっちゃうぞ。っつって、もう安定になってきちゃって。で、上の天井のさ、天井がパカーンって開いて。そっからもう、キティちゃんが。ハローキティがゴンドラで。一人乗り。ね一人乗りのゴンドラで。キティはもう前メロより上に住んでんだよ。すごいよ。で、ブワーって降りてきて。ねはみんなありがとう、みたいな。いやまあキティちゃんは上から登場だわな。って言ってたら、 いろんな他のポンポンプリンとか、ポチャッコとか人気キャラが、2階からどんどん出てるわけ。2>, あそう2階も、その、この吹き抜けになってんだよね。はあ、そのせこの木のでっかいおじいがあって、そこは全部吹き抜けになってるから、2>, うん、2階からこうキャラがどんどん顔を出してきて、うん、まあ下からこう見えるわけだよ。はいはい、で、バーってどんどんキャラ出てきて、で、あとダンサーの人とかも、全部2階にいるわけ。だから、そのショーは、もう、上だけで展開されるショーなわけ。あ<ー>はあ 今回のやつは。そう。仲良くコネクトは。だからもう、いわゆる座るスペースとか、だから、そういうのはない。みんな立った状態だから、よりたくさんの人に、なるほど。うん、見てもらえる。全員に見えやすいね。そう。ね上、上見てだから、どの場所からも、ある程度こう見えるという、いろいろ計算し尽くされた。すごい。そう、ーで、うわ、すげえな、って。で、改めてこう、キティちゃん見てさ、 して来てじゃ、もうその一人乗りの、まあ、ゴンドラ、ちっちゃいのに乗ってんだよ、うん。はい、で、なんかそうワイヤー2本ぐらいこう吊るされてさ、うん。で、そこでそのゴンドラは、4分の1ぐらい。はい。開いてんの、もうはい、はい。はあ、はあ、はあ。なんかガチャンって開けて、乗って、閉めてはい、はい、みたいなゴンドラじゃなくて、もう開いてんの。うん。4分の1ぐらい。ああ、なるほどね。そうそう。スカスカなわけで<ー>。で、 キティは、やっぱすごいから、ショーにかける思いが。うん、歌歌ってる時も、お客さんに手振る時も全力だし、なんか、手の振りとかがあんだよ、歌のね。はいはい、で、手の振りももう、なんか思いっきりやるから、うん、ゴンドラがもう、グラングラン。くラングラングラングラ嘘いや、大丈夫みたいな。うん、俺と妻も,も、キティちゃん落ちちゃわない結構な大きさだもんそう。で、他の、領土内の他のお客さんもん、 大丈夫キティみたいな。声揃えてみんな言ってるわけ。うわーみたいな。でも、キティのパフォーマンスすごいね、みたいな。って言ってたら、うちの息子が、バツ丸がって。うん。バツ丸がいないんだよ、その章に。はぁ、外されたかみたいな。バツ、バツ丸いないみたいな息子が。うあって言ってたら、なんかでっかいスクリーンがあるんだけど。うん。ね、そこの近くでっかいスクリーン。 から、バツ丸の声がするわけ。うわよ。おいみたいな。おいこっちはみたいな。で、バってでかいスクリーンに映像が映し出せて、なんとそこは、メタバースの、この仮想空間。仮想空間え仮想空間が広がってるわけ、そのスクリーンに。メタバースの空間に、バツ丸、ケロッピ、タキシードザムとか、ハンギョドンが、アバターになってぶち込まれてんだよ。 もうそっちにかされちゃってるんだ。そっちに現実世界のショーには参加させてもらえなくて。ああああアバターにされてもうぶち込まれてそこに。まあ、その、メタバースって言えばいいようなもの、うん <laughs> 今の流行りのメタバースだからみたいな。<laughs> メタバースの方に行けるわけじゃないんよだって。こっちがで,でも、うん、今見れるんだって。何がサンリオビューランドに聞いてない、うん、だから家で。うん そのメタバースの、とこに行、けて、うん、一緒にその仲良くコネクトを一応見れるんだって。うん、なんかまあ、自分のアバター。映像になっちゃったってことね。映像になっちゃった。<laughs> 映像になっちゃってる。けど、うん、<laughs> ちょっとかわいそうなと思ったけど、うん、息子は喜んでる、ね。アビダン V の V は、VTR の V の v。ア <laughs> ビ <laughs> ダン V のメンバー、ポチャッコ以外みんな。<laughs> これはもうさ、<laughs> 叩き込まれちゃって。如実にやられてんじゃんやっぱぽちゃっこはすごい人気だもんね。うん。そう。うわーかわいそうみたいな。いね。で、まあ楽しく、ショーはもうすごい大盛り上がりで終わって、うん、で、最後ショー終わって、ゴンドラがもう下まで降りてくるの、キティちゃん。えー、キティ。そう、キティちゃん降りてきて、うん、で、係の人がバーって言って、うん、腰のなんか、 安全ベルト2本ぐらいだけついてたの。あ、そうなんだ。俺らの見えない角度ああ後ろに、なんか2本だけついてたの。ああで、それ見てなんか俺らの周りの人もさ、あ、よかったよかった。ああついてたんだね。落ちないように。そう。うん、あ,あ、よかったってなったけど、もうほんと同じタイミングで。 いや、にしてもすごくないみたいな。にしてもパフォーマンスとか揺れ方すごかったけどね。いやー、みたいな。で、俺らもう帰る。つって、出口の方向かいながらさ、すごい人のね、波の中こう。いやー、みたいな。キティはやっぱすごいなー、つって。で、今回のキャラクター対象、シナモロール、ま、シナモンシナモン4連覇とかだったかなかかってんだよね。シナモン4連覇いけるかねみたいな。 妻と話してたの。はいはい、シナモン4連敗いけるかねって言ってたら、<laughs> うん、俺らの前にいた、女子2人組。うん、もうゴリゴリのサンリオファンみたいな。うん、もうなんか耳つけて、はいはい、で服も全部着て、みたいな。うん、その2人がもう、すごい情報を言ってた。何これはもう原市のターンとしてもちょっと、すごい情報。うんうん、もう言っていいのかな何その2人が、 まあ、とっときたよね、シナモンは今年ね。みたいな。うん。っときたよね、シナモンは今年。うん。まあ、来年はキティ確定だからね。って。うーどういうことどういうこと何何これ何これって。キティ確定だ来年キャラクター大賞。えなんでなんでだみたいな。ずっと話聞いてたんだけどよくわかんない。なんでだってってばって、なんか調べたキティをさ、ハローキティってって調べたら、来年、生誕50周年。うわあ、これも確定だ。確定。 確定だわって。キティは、節目節目だけ、取ってんだよね。そうらしいな。来年、も生誕50周年だから、どう考えても、キティだと。絶対取らせんだよ、キティ。これはもう、そうらしいね。だからもう、キティは、やっぱレベルが違う。マイメロの、そのペントハウスとかじゃない、もう、マンション経営してるら。キティとか、ぐらいの顔なんだろう。オーナーなんだとはい。 恐るべしという。ケロッピに関してはね、はい、ちょっと俺も話そうと思ってたんですけどね。<え>これちょっと。来週にしようかな。はあはあ、うん、ちょっと思うところがあってね。<laughs> うん、思うところがある、はい、ケロッピー、ケロッピ,ーロッピーに対して。ちょっと言わなきゃいけないこところがあるかもしれない。ええうん。まあ、あんまりこう。目立っ。 なかったやっぱサンリュピューランドこうずっと歩いててもさあんまりこうその件に関してね目に関してケロッピタンとしてあ言わなケロッピタンではありますもんねあるんでちょっと来週まあね重い重い感じなのちょっとうんケロッピには言わなきゃいけないことがある直接直接言うぐらいのテンションだけど何かそんね マンションはマンションは、まあ、日によって登場するメンバーは変わるんだろうけど何全員の部屋あるわけじゃないでしょだか,らそのだから日によってメンバーが変わるからによって部屋を多分変えてああそのなんていうの部屋の内装が全部変わるってこと内装を変えて多分やってんだと思うけど<ー>部屋が1234556個,個あんのかなうん,うん すごいね一番上はやっぱすごいのかな,なんか多分ねか愛かったなポンポンプリン、うん、うんまあでもターボのお土産に行ってみんなのターボのポーチは買った、うん、俺えたターボ押してるんすか押してるつもりはない一切、うん、むしろアンチと言ってるなん <laughs> 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 で買うんだよだからポーチがねすごいね <laughs> なんか可愛かったんだよな、なんか。トリコロールカラーというかなんかね。可愛かったんだよ。そうそう。でもなんか娘たち。ターボも押し続けてる人いるだろうからね。ねえ、根強い。ターボもだって、ねえ、撮ってんだよな、キャラクター大賞。なるほどな。そうそう、昔。そうだよ。ねえ。え、ターボ誕生日5月5日思うじゃん。生誕祭やんじゃないの やらないかターボぐらいじゃんそんな言い方すなよ軽視するなよターボとんでもないこと起こるかもしんないぞターボなるほどね4月誕生日なのよポンポンプリンがうんだから4月30日行ったからそうしなんかやっぱりポンポンはやっぱそこは集中するだろうなそう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 ん人気だったなでもバマ丸の30周年だからかなバマ丸も熱かったんだよやった でちゃんと人気あるぞあいつ相当あいつはすごいすんげえ並んでたし濃いめのこのファンのやっぱりだってちょっと前はケロッピの方が上だったからね12年マ丸よりああマ丸高いもんね今もねほんとにだからなんかこう一人でさ来た女性の方とかでマ丸のんか帽子とか耳みたいなんかさ髪の毛のやつつけてでもバマ丸にポーズ指示してみたいな で松丸はなんか「やらないで」みたいなでまたその女性の人も「ちょっと」みたいな、うん、ちょっと肩叩いてみたいな <laughs> うわ仲いいすごい仲いい子さんのファンの何かすごいコミュニケーションの取り方なんかあれなのかなやっぱその認知されんのかなああるありそううんたぶ<分>んか「あ,あまた来たな」みたいな感じになるのかな、うん、なんじゃないとかまあ松丸のグッズいっぱいつけてたら、うん、やっぱこう ちゃんとおおそそれれみたいな。うちの娘がポンポンプリンの耳つけて二人ともでグッズ持ってたははいい。だからもう「お」おみたいな「ぷいみたいな「おおみたいな「これ」みたいな頭とこれポーチと「はあ」みたいな「ポンポンプリみたいなめっちゃいいじゃん全部やってくるうわっすげえうちの息子は「スーパーマリオ」のキャップかぶってたから「これは」みたいな全然違うみたいな「ああ」みたいなそう申し訳ないけどそう 楽しいやつだっったなやぱだからそれ系はみんなそうなんだよねディズニーとかもそうだねそのやんちゃキャラねなんかねだからあれとかもそうらしいよあの UASJ の「セサミストリート」の映像ああまあそうだねそうかそうちょっとこう意地悪してくるみたいなのはいるよないたずらしてくるとかなんかそういうのあるらしいよな 集まる。楽しかったな、フードコートも。フードコートあるんだっけあるよ。とか、レストラン、そのバイキング、お前行った時はバイキング行った話を多分したと思う。行こうかな。めっちゃ楽しいよ。ピンで行ってみようかな。ピンでも全然。ポチャッコシューマイカレーを食べてね、子供は。最高じゃん。そうそう,そう。シュ <laughs> ーマイカレーポチャッコシューマイカレー。俺は、 ポンポンポンーンだったかなあれカツカレーうーんガッツリねああいうところのご飯ってさなんかちょっとお値段するけどねまあね、うん、1500円ぐらい取られないピンでいけば気にしないで食べれるぐらいのお金はあるからさ <laughs> 別に言わなくていいですけど、ねうん、<laughs> まあそそ、まあ、満喫するぐらいのね,ね後輩とか行って と一緒にいたらちょっと気にしちゃうけど。<ー>なんか <laughs> いっぱい食べるのかなって、ねね。多少ね。そう。いっぱいなんかショーみたいなの、ショーというかこう、なんか、ぐで玉のやつとか、うん、うん。なんか見てる。ぐで玉もそうか、あいつ。そうそうそう。ぐで玉の、うん、なんか楽しかったね。へぇ、うん <laughs>